皆さんこんばんは。貴重な時間をいただいてありがとうございます。今日のご縁に感謝して全力で皆さんのお役に立てるようにお話をさせていただきたいと思います。私がいただいたのはこれからの時代の修行資格の生かし方ということをもらって、今日来られている方はレジュメが目の前にあるので分かりやすいと思うんですが、後ほどウェブで見ている方はぜひ資料を取り寄せてください。2ページの目次を見ていただくと、私が今日お話ししたいことは、その修行資格を生かすっていうのはその本質的な絶対条件が何で、なぜそうなのかという理由と根拠、2つ目が時代の流れという大きなものを味方にしないと経営、つまり戦略が立たないので、この点について少し、そして、新たな共同体の時代というのが今から来るんですけども、そのための具体的な戦術を一つ一部だけお話をさせていただいて、それから境界領域というものがこれからなくなっていくんですけども、この境界領域に踏み込んでいくことについて、出てくるものとその結果を確かなものにするためにはどうしたらいいかというお話をしたいというふうに思っております。さて3ページ目のレジュメに、今申し上げました資格を現場で確実に生かすというふうに書いて、真ん中に書いてます、レジュメので、その中の真ん中の現場で確実にというところの上に、その具体的な戦術と書いてます。現場で確実に生かすということは、具体的な戦術がなければいけない、そして戦闘があって、もう少し丁寧に言うならテクニカルです。テクニカルなものがなければいけない。でもう一方で資格を生かすとなると、これは哲学の世界です。思想哲学の世界で、これは思考の形で資格を捨てることで資格が生かせると、こう書いてあります。なぜ資格を捨てることで資格が生かせるかというお話を今からします。で、大事なことはこのどちらもが大事なんです。特に下の思考の枠組みっていうんですけども、形がなかなか難しいんですが、これがなければ技術がいくらあっても生きないと、こういうことでございます。さて、レジュメの4ページを見ていただくと、普通の資格者と書いてます。この普通の資格者というのは、多くの資格者の方がということで、私の周りにいる方も含めて、自分の持っている資格を誇りにしている人がいるんですよね。で、これはちょっとおかしいんです。資格というのはスキルとか技術とかテクニックとか知識の証明にはなりますが、およそ人間の誇りにはなり得ないものです。資格を持っているから、この資格が私の誇りだっていうことはね、誇りというのはそんなところで生まれないんです。で、もしそういう方が誤解されている方がまだいるとすると、それは資格を自慢のためにはできます。さっき言ったようにスキル持ってるってこととか、しかしながら人間としての誇りには絶対にならないんですよ、学歴も。で、我が社では、20年以上前に動詞手帳っていうのがあって、そこに理念から始まって、いろんな物事、単語の意味が全部思想的背景が書いてあるんですけども、我が社ではちなみに税資格とかその他の資格については、資格には意味はあるけれども価値ではないと書いてます。で、なぜならば、その資格を社会に対して価値化したときに、周りの人が価値だと認めるんであって、楠本君が俺は価値だと資格持ってるかと、そんなみっともないっていうのは、昔の日本人はそんなことはなかったんですね。ところがそれがなんか当たり前になっていることで、おかしい、自分は頭がおかしいと思うぐらいのことの認識をしていただかなければ、これからは資格を生かすことはできないと。もっと言うならですね、多くの社会の人に認められるということは数字として上がるということでもあるし、付加価値につながるということでもあるんですけども、もっと正確に言うなら、どの次元のどのレベルの人から価値があると言われるのかということは大きいですよ。暴走族のお兄ちゃんから価値があると言われるのと、誰から言われるかというのは実に重要なことなんです。さて、その次にですね、そういう多くの、この誤解され、まだ、未だにまだ誤解されている方は、この資格というものを握るんです。しっかり握っちゃうんです。そして執着するんです。しがみつくんです。離さないんです。こだわっちゃうんです、それに。そうするとですね、よってってこう書いてありますが、その下に、その資格の前提で何かをやろうとしてしまうんです。これはパラダイム効果なんです。で、この前提と書いてあるのをちょっと丸で囲んでもらって、枠の中って書いてください。この価値観って前提という意味は、その枠の中でしか思考が進まないんです。で、もっと言うなら、この横に付け足してもらうなら、その資格の前提で何かやろうとする、その後ですね、しか思考をできないんです。これはその方が悪いんじゃないんです。パラダイム効果なんです。何かやろうとするしか、もう思考ができないようになっちゃうんです。
でその次の矢印ですね、これからはということで下に行きます。うまくいかない人のすべてが共有する条件となります。これからはというのは今から話をしますが、新しいものをつかむときは手を離さなければつかめないんですよ。人生っていうのははしごを登るようなもんだってよく言うんですけど、こうはしご手足をかけて手でしっかり握って次の手を離さないと次のものがつかめないんですよ。でも今握ってるものは離さないから次の新しいものがつかめないんですよ。今新しいものをつかむとき手を離さなければつかめないと今書いてますが、レジュメのその下に付け加えてもらいたいのは、すべての業種業態、過去の成功体験が命を奪うんです。私もそうだったんです。30代で東京から戻って会計事務所を起こして2代目創業としてやって、まあ、そうすごく大きな事務所には一気にしたんですが、その成功があるがゆえにその自分の価値観や考え方は間違ってないというふうになるんです。いいですか。どの業種のどの業界のどの方も成功したことがあるから今があるんですよ。で今成功して俺はこうやって立ってるからそれは間違ってないだろうと、違う、時代がもう動いてるんです。そのことが成功、過去の成功体験が失敗になっていく時代が来たということなんです。でその理由と根拠について、次書いてます。視覚の中、つまり内側にいたら視覚の全体が見えないんですよ。森の中に入っていたら山全体が見えないんですよ。で国全体が見えないんですよ。でこっちから火事になっているのが見えないんですよ。なぜならその中にいるからなんです。でそれはその全体の視覚というものの全体価値がわからないという、つまり見えないんですね。これがパラダイム効果なんです。悪いとか頭いい悪い関係なしです。では視覚の全体価値というのは一体何かというと、それはその視覚が持っている欠点問題のことです。でこの視覚問題、その持っている視覚の欠点問題というところをちょっと欄外に付け足してもらうと分かりやすいかもしれません。足りないものと書いてください。人間はですね、今持っているもの、今の自分なら自分、視覚なら視覚に対して、足りているものばっかりをアピールするんですよ。人にあれもできます、これもできます、うちの事務所ではこんなこともやってます、あんなこともやってますって、もうそればっかりをこう卑劣してなんか自己満足するけど全然顧客が増えないとか付加価値が上がらないんですよ。逆なんです。皆さん、自分の事務所や自分自身、楠本君自身、それから業界なら業界の中に足りないものがあるんですよ。それがね、価値なんです。実はなぜ欠点問題が価値になるのか、それは高い価値観、これはちょっと今日お話できませんが、関係性思考っていうのは高い価値観には個性差というのと位相差があるんです。でこの今日言ってここで言ってるのは高さ、位相の高いもので、ものの考え方で光を当てると、マイナスがプラスに転換するんですよ。したがって、業界の足りない、我が事務所の足りないところ、私自身の足りないものこそがを問題っていうんですけど、それこそが最大の価値になると。でその下に書いてあることは重要です。正義が変わります。これは当然です。時代が変わるから正義というものが変わります。僕も最初この勉強した時に、正義が変わるのかとか哲学とか思想の勉強するまでは分からなかった。正義ってずっと正義だと思ってましたから。ところがですね、正義なるものそのものには普遍性がないんですよ。もう一回言いますね。正義なるものそのものには普遍性がない。つまり先ほど申し上げた時代というもののパラダイムがあるんですよ。価値観が時代に、それからその次に国家にあるんですよ。それからですね、民族にあるんですよ。そしてその業界にあるんですよ。そして我が社にあって私にあるんですよ。そのが前提という正義だから、これは変わるものなんですよ。だから正義だということで行動を取ることが、もしかしたら例えば業界を守るために圧力団体として、国や行政に働きかけている、その働きかけていることがもともとの守ろうとしているものを潰すことになっている可能性があるということです。会社で言うならば、社員の A さんが会社のことだと思ってやって営業を取っていることが会社の信用をなくすことにつながっている可能性があるということです。でその話は、また機会がありましたら丁寧にお話をしますが、今日の目的は次に生かしていただきます。でその次の5ページが、
つまり国家業界自分自身自分の会社の問題は何ですかと私は時々経営者の方、僕は普段は経営者の方とお話しすることが多いんですね。それから事業の方が多いんですけど、その会社を伺った時、その会社の問題は何ですかと言ってトップに聞きます。で別の方に部長に聞きます、取締役に聞きます、現場の社員に聞きます。全部がバラバラだったらこの会社は問題は解決できないんですよ。問題というのは、共有しない限り問題解決に進まないんですよ。問題だと思っていることがバラバラのコミュニティがあるということです。でその問題と向き合わない、例えば楠本君であるならば、皆さんお一人お一人ですよ、皆さんお一人お一人、あなたって僕が指さしたその方が、あなたの問題は何ですかと聞かれた時に答えられないとしたら、その方は自分の問題を解決できないということなんです。で問題と向き合わないということは見たくないという人は、今のままでいい、この矢印の先、今のままでいいということになっちゃうんですよ。問題なんかいいやないかと、今のままでいいんだということは、仮にあなたここ問題ですよと誰かが言って、社員なら社員が言ってくれていても、問題を知ってもほったらかし、思考しない、思考できない、する気がない、これを無責任と言います。私なら私の問題を指摘してくれることが方がいたらありがとうって言います。だってお得ですもん。あなたの業界ここ足りてませんよって言われても、そんなうちの仕事やないやって言ってる人はもう価値化できないんです。でその下を見てください。これからの時代って、まだこれからの説明してませんけど、これからの時代は責任を取るという人がイニシアティブを取る、握る、そういう時代、まあ言い換えていくと当たり前の時代が来たってことです。これまでは無責任で、ただ建前が上手に言えて本気じゃなくてもいいんですよ。うまく生きていく関係、なんかテクニックで人間関係を作っていければ、まあいいという人がこう、なんていうか、それを能力のある人って言うんですけど、そういった人がこうきちっと、なんていうかな、伸びていけたというか、これはもうとっくの昔が終わっていて、これからはこのキーワードが変わるんですけどね。でその責任を取る人のことを皆さん修行の師、侍と呼ぶんです。これは男と女関係ありません。侍という語源については、うちの会社では丁寧にしてますけど、今日はお時間がないのでできませんが、語源はサブラウっていう日本語の、寄り添うという意味なんですよ。そして、ね、だその天皇であったりお殿様であったりの横にサブラって、その人を守るっていう意味なんですよ。つまりこれはどういうことか、その下に書いてある通り、誰かのために、何かのために働く人であって、自分のために働く人ではないんですよ。ところがほとんど、残念ながら私も含めて、資格を取った人は自分が飯を食うために、自分だけのために資格を取ってるんですよ。だから周りから受け入れられないんです。で、綺麗事を言ってるんじゃないんです。僕は倫理道徳とか根性論とか精神論というのを低い価値観って言うんですよ。僕が言ってるのはもうちょっと高い統合論とか関係論なんですけどね。で、この自分のために働く人ではないという意味は、誰かの何かのために働くことが、それこそが真に自分のためになるということが統合できた人のことを侍っていうんです。普通の人はこれを分離してるんです。社会のためになるようなことをしたら俺が損するとか、俺が得なことをしたら周りから嫌われるかもしれない、これが統合できてないんです。つまりその下ですね、自分さえ儲かれば良いという人ではないという、これを目的を持つ人、つまり志を持つ人と呼びます。で、志を持つ人、つまり何のために働いているのか、これ目標と目的はまるで違います。数値計画を出している経営計画書があります。でもその数値を達成したら、その何のためにこの数値を達成しなきゃいけないのかが書いてないんですよ、経営計画書に。それで人を取ってるから、若い人が入ってきても何か違うって出ていくんですよ。目的地を説明しないで船に無理やり乗せてるからですよ。騙してね、お互いにですけどね、来る方も私は何でもできますみたいな顔して、取る方もうちの会社はいいですよみたいな、いいところを言うんです。うちは今悪いことを言うんです、来ない方がいいよと、欠点を。それでも来てくれる人っていうのは必ずいるんですよね。で、問題はですね、その次です。このことを、今言ったようなことを、その下に書いてある通り、それぞれの人が自分に自己に問う時が来たんです。時代的にこの自分さえ良ければそれでいいという、その自分のそのままの自分で本当にいいのかということ、で誰かの何かのために生きる本当侍という意味に自分がシフトするのか、ここが大きな時代で問われていると。で、時代の流れを味方にするというのは、その今から、じゃあこれから、これからというのはどういうこれからなのかというお話をします。で、6ページに入っていくんですが、これを押すんでしたっけ、僕の声は入ってるんですよね。
その時代というのに大きな流れがあるんですよ。この流れについてちょっと説明すると、あの川の流れだと思ってください。あのごめんなさい、これでいいのか、川の流れですね。あの川の流れを僕ら普通に見たときに、光り方によって右から左に流れているのに、左から右に流れているように見えるときがあるんですよ。どっち向きに流れているか、逆に。それを錯覚して時代の流れがどうなっているかがわからないで、船を逆向きに漕いでもなかなか思うように経営はやっていけないんですよ。大きな時代の流れがあるとするならば、それに乗っかっていくことが非常に重要なんです。そのためには時代の流れというものを知らなきゃいけない。で、今からお話しするのは、僕が、今から27、8年前に東京の帝国ホテルで全国経営者大会で教えてもらった時に、あの腰が抜けるような思いをしたんですけども、あの少しだけ、今変化しているものの実態は何かということを今から二十何年前に聞いた時に、暦という日本にはその、暦というのがあるんですね。これ180年周期でできていて、60年が3つ、最初の60年が上限で、次の60年が中限、そして最後の60年が下限というんだそうです。そして直近の日本だけに限っていうのは、元治元年がその一番近い上限の始まりになります。そして大正13年、そして昭和59年、そして令和23年で下限が終わります。で、大事なことは、上限は政を中心に新たな価値観が創造される、そして中限は玉を中心に発展する、そして下限はその、上限中限、上限で生まれた価値観が中限で発達整備され、それがことごとく崩壊していく時代を下限と言います。そしてこの、創造され発展していく時代を知性の時代、 パラダイムが変わらない時代で、下限に入ったら、どんどんこれが崩壊していく、そしてこの価値観が崩壊していく時代を乱世、そしてこの下限が終わったら次の上限が始まります。で、その今下限に入って半分を超えたところなんです。で、僕は20何年前にこの話を聞いていたので、ここから、今日はお話ができませんが、あと時代、社会がの知性と乱世で何が変わるか、社会がどう変わるか、正義がどう変わるかというお話を、していくと時間がありませんので、レジュメの方に、6ページとあの7ページの方に書いてますんで、あのこの、あの易経からもともと始まる九星気学っていうのが日本にあるんですけども、僕最近あれなんですね、その量子力学とか生命学とか化け学とか数学とか哲学の勉強を今一生懸命やってるんですけど、あのこれはですね、その今言うその1922年にソルベ会議っていうのが、アインシュタインやいろんな方たちのノーベル賞を取られた方たち集まって、そこの段階から実はもうパラダイムが変わってるんですよ。で、近代というものの考え方が、近代という考え方が根底から変わったんです、その時。そこで今皆さんがよく耳にするようになってきたのが量子力学です。したがって量子力学の勉強なんかをすごくうちの会社ではよくやってます。で、何かというと、その時アインシュタインがとうとう最後まで理解ができなかった説明をした人がいて、その人がニールス・ボーアっていう方なんですよ。このニールス・ボーアという方が日本に来た時に、先ほどの180年周期説を見て、自分が研究している内容がなんで先に答えがあるんかと言って驚かれて、そこから自分の子供の名前をつけたというぐらいです。で、占いはですね、信じたりするもんじゃないんです。あれは信じた人はよくないです。ただ利用活用するもんなんです。月の位置によって潮の満ち引きがあり、そこで女性の方が子供を産むときにエネルギー体が、そういうエネルギーが起こるということは当たり前の話なんです。それは関係ないってことは絶対ないんです。で、そこに与えられる影響っていうものが、今どんどんいろんな人たちが研究をしてきてくれていると、こういうことですね。さあ、そこで今日はそこの細かい話はできないので、またあのご要望があればいつでもその話はします。さあ、もう一つ皆さんにお伝えしたいのは8ページです。急遽私があのこれ入れてもらったんですけども、あの先週からうち あのアライアンスで来年度の方針発表を、私が最後の方針発表っていうのをしたんです。もうこれで僕は方針発表しないで、社員一人一人がこれからは逆方針発表になるんですけど、あ、これも逆転するんですね。僕は、この間うち の, あの天神オフィス の, あの税理士の責任者の人が、
代表は車を買ってあげましょうって言ってもらってですねありがとうって言って今お給料をもらいいろんなものをしてもらってるのは僕の方になっちゃうんですね。それぐらい180度いろんなものが変わってくるんですけども、その最後のこの土から火星っていうのを最後に話したんです。でこれ、ね、レジュメにミスがあるんでちょっと皆さん足してください。このグレートの後はコンジャクションでコンが抜けてるんですね。カタカナのコンが急に僕が入れさせたもんで、グレートコンジャクションプラスミューテーションっていうやつです。これはですね面白いんですよ。グレートコンジャクションっていうのはその木星と土星が同じ位置に重なった時に、そのなんか木星が持ってる変化かな、で土星が持ってる定着化するっていう、この相反するエネルギーが同じ位置になった時にいろんな体制が壊れていくっていうのがあるんだそうです。これサインっていうんですけどね。でもう一つのミューテーションって書いてありますよね。このミューテーションっていうのは調べたらエレメントっていうんですよ。エレメントってつまり要素ですよね。この要素っていうのはですね量子力学でいうところの場なんです。でそんな話はするとちょっと長くなるけども、つまりこの場っていうのは、このこういうエネルギー体を調べる人から見ると火と火で燃える火ですね、それから風、それから大地の地、それから水で、これがミューテーションっていうエレメントで、それとこのグレートジャンクションが重なったというのは200数十年に1回なんですよ。でうち のアライアンスの場合、去年の今頃に発表した時にこれから風の時代に来年からなるから、見えないものが脅威を持ってきて、見えないものが重大になってきて、それまでは目に見えるものとか形とか大きい会社とか何かという確認が取れる重厚なものとか石油とか鉄とかはその前ずっとこれは200何十年続くんですけど、それから見えないものに力がいよいよシフトするよということを話してたんで、まさかそれがコロナだとはもちろん思わなかったんですけども、慌てなかったですね。うちのグループは淡々と対応対処して、むしろそこから価値を生むように、皆さんの会社の社長さんがお宅の会社にいるよりもうちの会計事務所に来てくれた方が安全ですと、なぜなら消毒はこうしていて手術室で使っているこれを置いてというふうに、この際出かけていくのから来てもらおうと、旅費交通費浮くしと、まあ、そんなことがいっぱいって何て言うかな、やり方として、むしろ逆に大変なじゃなくってやっと来たなという感じなんですね。まあそんなこと、ただしこれ天地がひっくり返ることがあるっていうのは、例えば年末年始ぐらいからもう多分そんなことがどんどん起きてくると思う、僕は思ってるんですね。でそうするとですね、逆にもう一個いいことが当然あるわけです。それはね、結びつきが強くなるんです。で今日はねそこのところ過去にその時々何があったか、そしてその結果どんなことが起こったかっていうのがピタッと合うんで面白いんですけど、今日はちょっと そんなことがメインじゃないんで、少なくともこの地の時代から風の時代に変わってこれが200数十年続くので、それに逆らわない方がいいよということが一つ、それから、2021年はまさに破壊と再生なんですよ。で新しい価値を作っていくってことは、破壊がないとその前にもっと言うならカオス状態になるんです。混乱って言います。で、新しい秩序が生まれるときは必ず一旦カオス状態にならないと、ゴーサにならないと新しいものは組み立たないんですよ。でそういう時代に入ってると、今日は時間がないんでそんな話しかしませんけど、もっと話していいのはそのことについて何時間でもお話ができるんで、ご興味とご関心がある方はまた聞いてください。でこれが2024年まで続くんです。だから3カ年計画を立てるときにそのことをちょっと意識して計画を立てていただいたらいいなと思ってます。でその中で一つ、まあ一個ぐらい出そうと思って、菅政権に移ってからの内容は全部が該当するんですけど、まあ、その中一個選べというならば中小企業改革でしょう。でデビッド・アトキンさんという方とも僕今度お会いすることになってるんですけども、その菅政権の中の中小企業基本法の見直し、これは再編と経営統合を促して生産性を向上させることで賃金の引き上げにつなげるということで生まれてるんですが、これの是非はどうでもいいんです。いい面もあるし悪い面もあるんです。だけど僕らが現実として見なきゃいけないのは200万社が淘汰されると。これはなぜ淘汰されるかというと、その合併買収を促す税制から何から全部後押ししてくれてますから。ですから MA 財団はこんなことになる前から MA 財団を作ってたんです。
随分昔からそうならざるなるという方向性がそうだからなんですよ。でここに来て後押しを法律も全部やってくれてるんです。でこのもう一つ言うなら下の方にあるんですけど、無利子無担保融資や助成金を受けて経営を続けている企業、つまり内閣府の言い方で言うとゾンビ企業は絶対に許さないと、ちゃんとした経営をやる人だけを残していくととなってくるとですね、これ資格者にとって重大な問題になるんですよ。なぜかというと半分の顧客がなくなるという意味ですから。で一番下に3つ書いてます、太字で。丸1、これごめんなさい、僕の業界しか分からないですけど、税理士試験の場合受験者数の減少に歯止めがかからないんです。これ少子化だからと思ってたら、これこの税理士試験 のための学校やってるとこは全部潰れますね。関係ないですよ、価値があって未来可能性があると思ったらどんどん増えますよ。違うんですよ、未来がないと思ってるから受験しないんですよ。でそれかまだ未だに資格取ったら食えるという錯覚をしている人が取りに来てるだけです。その錯覚にもうすぐ気づくんです。そしたらこういう学校はほとんど終わってしまうだろうと僕は思ってます。もちろん時代が変わるんだからそれに合わせた学習っていうものが生まれるんですよ。またで2番目、税理士の登録者数は増加傾向にある。これは国税の OB が天下り先として作ったのが税理士業、もうどの資格もどっかの業省庁の天下り先ですから、そういう官僚がそれを作ってきたんですから。で、まあ、後ほど言いましょう。でその税務署の調査官の人たちが辞めて税理士に登録する、それから弁護士が食えなくて登録する、会計士が食えなくて登録する、つまり税理士資格者だけは増えて、なんていうの、資格者は増えるけど顧客は減っていくよと。でこれが今度は3番目は顧客が半減していくんやと。となれば若者、僕は若者って若い人とお話しするときはですね、学生の人たちにも僕講義をしてて、これからずっと大学院で講義をしてたんですけど、もうそれを10年間その九州工業大学大学院の生命工学科っていうところで10年間講師をしていて、もうその話を突き抜けて今度学生の全国の学生にネットを通じてちょっと話さなきゃいけないことがあるんですね。そうすると就職の時にとっても資格を持つよりもこれができるんですって言った方が強いよと、資格を持っててもこれできない人いっぱいいるからみたいな話の勉強会をやっていくんですけど、その若者っていう時は僕は未来だと思ってるんですよ。若い人見ると若い人イコール僕はもう未来にしか見えない、日本の。でこの人たちに業界の希望を語ることが普通の税理士さん、会計士さん、弁護士さん、社労士さん、司法書士の先生は今以上難しくなるんですよ。だから資格者の今現在資格者の方に問いたいですね、若い人に息子にこの資格取れ、これからめっちゃ儲かるぞと言えますか。私は言えるんですよ。で先ほど甥っ子とも電話で話したんだけども、これから面白い時代が来るぞと、早く資格取れ、あと1科目やろうということを言ってましたけどね。はい、次9ページです。ここで言う今の続きはそのもっと大事なのはこの358万社現在ある中小企業の育成と発展に苦慮している中小企業庁という庁があるんですよ。ここなんと200人なんですよ、職員が。宮内庁の5分の1かな。でそのデジタル庁ももちろん大事なんです。もちろん大事ですけども、日本経済をこれまでもそしてこれからも根っこで支えていく中小企業を正しく、そして今後も支援育成していくのが中小企業庁の仕事だとするならば、今の時代中小企業省を創設するぐらいの構えで臨んでもらわなきゃいけないんです。これはもちろん内閣府にも言ってますよ。だけど当然無理です、無理です。で叶わないから、じゃあ普通の人諦めるんですよ。違うでしょと。もしそれが叶わないんだったら我々事業が立ち上がるべきでしょ。侍なんですから。行政任せなんかしとく、もうそんななんていうかな、誰かのおかげでなんかするんじゃなくて、世の中を変えていくのは私だと思う人だけがこのなんていうかな MA 財団にも入っていただければいいんです。リスクは背負わないで行政が何とかしてくれて、税理士だったら、なんていうかな、僕が東京から戻った時はですね、広告規制があったんですよ。で A というお客さんがうちの方がいいって言って僕の講演聞いた人が来たら、後期監察委員会が呼ばれて、お前今度他のお客取ったら、資格剥奪だからなって言われましたよ。
まあヤクザのような世界と思いましたね。まあ今はなくなりましたけどね、法律が変わって。他にももっとたくさんありますよ。じゃあその次です。あ、それだから、それは新たなる価値の創設で、これは新たなる事業共同体なんです。一つの業界ではないんですよ。菅政権が今やろうとしていることをついでに言うと、各省庁の縦割りがものすごい不都合なことをやり、各省庁ごとに自分たちさえ良ければいいという仕組みを取り合いしてるんですよ。だからそれが日本にとって大きな問題になってる。でこのことは知ってる方、勉強してる方は語れると思うんですよ。その語っている弁護士や会計士や税理士の先生方が自分の業界のことしか考えてないで、公認会計士協会に、税法を取ってないんやからうちの業界の仕事とかするな、で会計士協会の方はいや税法の勉強もなんかしてなんとかや、つまりテリトリー争いをしてるんですよ。それでいてその人たちが省庁の縦割りの文句言ってるんですよ。で菅さんはこの省庁に横串を刺そうとしてるわけでしょ。それは大事なんですよ皆さん。各会社の皆さんがもしお仕事に行くとするならば、製造と設計と営業と総務という縦割りの部門ごとにの間の境界領域に問題が生まれてるんですよ。それを横串しなきゃいけないんですよ。で同じように、弁護士だとか会計士とか税士とか社労士だとか、それを横串しなきゃいけないんです。じゃないといけないという話が最後で言います。でその下のレジュメの、 あの真ん中頃に書いてあるやつを皆さんぜひ共有していただきたいんです。同じことを繰り返して違う結果を求めるのは精神医学の定義では精神異常者なんです。もう一回言いますね。同じことを昨日までと一昨年と5年前と10年前と30年前と70年前から同じ申告業務をして、でもなんか違うなんかバラ色のみんなにあの助かりましたとか、それから感謝されるとか、そういうそれから人間と人間のつながりがその太い絆になるとか、そういったものは前と同じことやってたら違う結果は出ませんよということです。これものすごく当たり前のことですけど、そんなバカなことを言いやがってと思うかもしれませんけど、意外とこれ本当に分かってなくて、これあの会計事務所の社員さんでも事業の先生方でもなんか不満と何とかせなとは言いながら、でもやってることは全く同じことしかしてなかったら全く同じ未来しかやってこないんですよ。いや、むしろますますあの危険になってくると。で、次ですね、その未来違う結果を求めるなら今と違うことをしなければできない。これなんでできないかというと決断してないからなんですよ。その説明は今日省かざるを得ないんですけどね。決断ができないというのはね、分かってないんですよ。あのね、僕のお話とかよく聞く方が楠本さんの話はよく分かると、日本語を使って平たく分かりやすく説明するから、で分かったって言うけど見てたら行動変わってないんですよ。そしたら分かってないんですよ皆さん。でいつも僕社員にも言いますし、それから共同体の先生方にも言うんですけど、大体分かったとかいう人がいるんですよ。大体分かったって方が、で僕前に出てじゃあ同じように喋ってみてって言います。でもこうやって聞いていたら分かったような気になっちゃうんですよ。じゃあ前に出て全部同じように喋れるかって言ったら喋れないと。そしたらね、分かってないんですよ。分かってるところは喋れるんですよ。こうだってこうでしょと、ここどうでしたっけって。これ仕事でも一緒、仕事でも部下に依頼するときにお前本当分かったかって、分かってますの大丈夫です、この間もやりましたからって、じゃあちょっと一回言ってみろって言ったら、あれやってこれやってだからこうするでしょ、であれはどっちからでしたっけって、ほら分かってないやないかと。これです。だから行動と思考パラダイムと行動っていうのは一致してるんですよ。だから行動が変わってないってことは分かってないんですよまだ。正確に言うと知ってはいるけども、知識の知、識の知るではないっていうことなんですよ。まあその次いきます。で損得計算で判断するんじゃなくて、なすべきことは何なのか、それからなすべきことでは、なすべきことなのか、なすべきことではないのかで判断する。そしてですね、もうちょっと足すなら、そのなすべきことでなさねばならないことで、それつってそれを自分のやりたいことに統合できたときに、仕事っていうのが面白くなるんです。実に面白くなる。これがバラバラだから辛いんです。やりたいこととやらねばならないことと、そして自分がそこに喜びを見出すということができてないから、どっかで我慢辛抱しちゃってるんですよ。そんな話すると時間がなくなるんで、え
40分までやったっけ、45分ぐらい、はい、その次いきますね。リスク、変革の行動というのはですね、リスクは取るものなんです。リスクを取らない変革はこの世に存在しないって書いてますが、この変革というのに丸をつけていただいて、バージョンアップと書いてもらっていいですか。次元が変わるという意味なんですけどね。次元が変わるでもいいし、バージョンアップ、つまりもう一回言いますよ、リスクを取らないバージョンアップはこの人類、この世の中に存在してないんですよ。オリンピックで金メダル取る人も大変なご苦労とリスクを背負ってるんですよ。だから金メダル取った時にいろんな人に感謝の言葉が出てきたり、自分が頑張ってその喜びがあるんですよ。ところがおかしいんですよ、侍業の人って特にリスクをなるべく取らないようにすることがこのその侍業の価値だと思ってるんですよ。うちの事務所は逆です、リスクを取っていくんです。だから経営者から支持されるんです。ただし経営者には言いたいことを言いますよ、こっちが断りますよ。金で動きませんから、手伝いたい人を手伝いますから。そのためには皆さん力をつけないと、いろんなで、リスクを考えてやらない、その普通の人は、ね、リスクを考え、何かやろうとするとリスクを考えてリスクがあるからやらないという結論を導き出す人がいるんですよ。これは困ったことに、これね、このリスクを考えてやらない結論を導き出すことを線引いて、欄外に運の悪い人って書いて、運の悪い人はみんなこれをやるんですよ。そして社会やその会社やそのボスの先生とかの悪口を言ってるんですよ。でね、そういうことを言うとね、社長さんに話するときとか資源の先生に話すときは、そうだそうだっつってね、その事務所の誰かの顔を思い浮かべたり、社長であれば部門の誰かを思いついたりするんですよ。それはなぜそうなってるかというと、その人自身が自己と向き合ってないからです。まあそれはまたそれをね、その決断と行動する、そのリスクが あるんです。そのリスクをリスクじゃないようにするのを頭を使うんですよ。もう一回言いますよ、リスクがあるからやめるんじゃなくて、やるべきことが決まったらリスクがあることを探してやめるんじゃなくて、そのリスクと向き合って、そのリスクをどうすればクリアするかを考えるんです。その時に知恵がつくし、実力がつくんですよ。でそういう人を何というかという、その決断と行動する勇気というものをね、じゃあどうやったら生み出せるんですかというと、そのことを志と呼ぶんです。志というのは、あなたは一体何をなそうとしているのですかと聞かれたときに、私はこのことをなすために今仕事をしてますという言葉が語れる人という意味です。皆さんこれビジネスとしてうまくいくということはもちろんですけども、当然そんなことは当然なんですけど、皆さんご家族がいて、奥さんがいたり旦那がいたり子供がいるとしたら、その子供にお父さんはこれを成すために今頑張ってるって言わなきゃいけないんですよ。お前たちに飯食わせるために頑張るよ。じゃあ子供は親を尊敬信頼したくてもできないですよ。こんなことは本当は小学校からずっと教えてもらうべきのが本体の学問だったんですけど、ただここでもう一つ重要なことを言っておきます。その志、つまり目的に軸足があるのか、金儲けに軸足があるのかは自分自身に問わなきゃいけないんですよ。要は金儲けがしたいんだという風の方に軸足が乗っていると、目的とか志的なものを利用することになるんです。利用してやろうと。でもう一つの方は、目的に軸足があったら、ですね、リスクを背負って依存じゃなくて支えようとするんですよ。で支えようとするから支えられるんですけどね、これが不思議な関係なんですけど。で目的に軸足のある人はですね、目的のために儲かっていないといけないんです。目的を達成するためにで、目的に軸足があるということは何としても達成するという意味ですよ。そのためには儲かってなきゃいけないし、儲けなければそれができないから儲けることをやるのと、儲けたいとか本音で、あこの組織もいいんだ、あれも使っちゃう、あれもって、なんか手取り足取りいっぱいなんかやる、それがね、あなたは一体どこに軸足があるんですかということになるんです。で金儲けだけの方に、金儲けだから悪いって言ってるんじゃ全然ないですよ。もっと言うならば、儲けるという字は信者という字を書きますから、信頼の関係を作っていかないと儲からないんですから。利益というのは利益という意味ですから、それは全然儲けること自体は僕大賛成です。儲けなきゃいけません。しかしね、軸足がどっちかによってどうなるかというとね、その目的を利用することになると、
その人の周りは、その人は全部自分のために利用する人ばっかりしか置かないことになるんですよ。社員も自分が飯食うために利用してるんですよ。いろんないっぱい人を知ってますよって言うんですよ。いろんな情報をもらってね、その情報発信して、そこから会費もらって金儲けてます。でもその付き合ってる人たちは全員が利用しようと思って付き合ってるから、向こうもその人を利用することになるんですよ。その関係性以外はできないです。僕はそれは断言できると実は思ってるんです。さあ次10ページ、あ、往来にあったら大変だから飛ばします。ここから具体性のところに入っていきます。3つの問題を統合して価値化すると書いてます。この3つというのは自分自身と、それから皆さんいらっしゃる業界と、それから社会です。それぞれがその3つが抱えている問題というのはね、実は統合して初めて価値化できるんです。問題は3者とも書いてあると未来に存在します。問題というのは未来から見た時に存在するんですよ。過去があり現在があり未来があると考える人には、未来はいずれ来るものというような、過去現在未来という時間空間しか勉強してない人、もう理論物理学ではもう時間というものは存在してないということも証明されたんですけど、過去があって現在があって未来があると考える人は、未来はいずれ来るものだという認識の人はもうアウトです。未来のために生きる人というのは、未来から見て現在や過去を振り返って、そして今たった今何をなすべきかを考える人なんです。この未来のために生きる人は、未来はいずれ来るものではなくて自らが作るものと考える人です。したがって一緒に未来を作っていこうという方たちとぜひご縁をいただけて、一緒に勉強していけたらいいなと思っています。それから根底からのパラダイムチェンジということで、今業界で出回っているものは全て現状の資料を前提とした、これまでの延長線上の中での情報であったり、コスト削減の方法であったり、業種特化の話であったり等々、プラスアルファのサービスといった現状の今ある、僕らの業界であれば顧問料という報酬に、なんか足し算を小さな足していって小金儲けしましょうみたいな、これでは大どんでん返しはできないんですよ。つまり過去現在未来と見る見方の常識というものからは、未来から現在を見る見方、つまり思想的にものの見方っていうんですけど、これはできない。でこんな未来を作りたい、だから今何をするのか、で皆さん高付加価値しなきゃいけないんです。うちは利益率の低い仕事はしないんです。で利益率が高い、つまり労働集約型というのは、価値が世間から社会貢献できていないという意味なんですよ。つまり隣の社労士さんでも、前の行政書士さんでも、斜め前の税理士さんでも、別にどこでも同じことしますからというんであれば、これは社会的価値がないということになるんです。でもう一つ、高付加価値というのは、価値があるという意味は、これね、こう書いてあるでしょ。この労働集約型の方は、お客さんがですね、こんなに払っているのにとか、毎月こんだけ払ってるとか、こんなに払ってるんだから、もうちょっとこんなことしてよって、こういう関係を作っていくんです。ところがね、後ほど少し時間があれば話しますけど、高付加価値の方は逆なんですよ。お客さんがね、もっと取ってくださいって言うんですよ。紹介したいいくつもあるんで、いやいやこれでいいんですよ。いや、それ金額安くないですよ。例えば本当に1000万2000万3000万ですよ。いや先生、こんなんじゃ困ると、もっと取ってくれって言うんですよ。その話は今日は後々なんか、この後勉強会が始まればお話はしますけど、でその次、10ページの下ですね、行政との問題共有ということで、行政というのはですね、信用と予算はあるけども、実力、知識、経験とか、もう残念ながら使命感のある人もいるんですけどね、たまにいるんですよ。その人たちと付き合えばいいんですけど、まあない。資料は実力はあっても、予算と営業が苦手で、社員は真面目だが何をしていいかわからない。でこれは本当はもうちょっと丁寧に言うといろいろあるんですけども、でこれらの弱点が統合されるんです。その次のページですね。これはなぜ統合できるかというと、中小零細企業の発展と雇用の継続のための対策対応という問題については、実はこの3社は共有しているんですよ、その問題を。なのになぜか行政は行政で動き、税理士は税理士で動き、弁護士は弁護士で動き、社労士は社労士で動き、まあ、そういう単独で分離されていっちゃってるんですよ。だから力をなさないんですよ、縦割りだから。行政の通り、現在行政と進めている全貌を全て随時開放しますということは、ちょっと今日はそこまでは話せませんが、まあ、少しだけ一部だけお話をします。
これどこまで言っていいのか、まあ、いや次あの地域のこれまでのビッグ事務所がこれまでの価値観で何千件顧客を増やしても何も問題にならない理由っていうのは、うちもともと福岡の筑豊という小さな田舎町だったんですね、最初 の事務所は。そのだから狭いから、そこで別の会計事務所がお客さんをどんどん増やしていって、何千件何千件と増やしていったら、不利だと考えるかどうかなんですよ。私は全然問題してないんですよ。今はその福岡市の中心にオフィスがありますけど、たくさんのいろんな会計事務所があるんですけども、どっかの事務所はなんかすごいなんか100件増やしたとか、年間150件増やしたとか言ってるんですけど、僕はですね、立ってる場所が違うと勝ちではないんですよ。それ逆に言うとね、かわいそうにと思ってしまうんです。なぜかというとですね、これ昔、今ここのレジュメはですね、4年ぐらい前に取り替え法律事務所というところで取り替え先生に頼まれて会議室で講演した時のレジュメを一部使ってるんですけど、僕この時こう言ったんですよ。そこに集まっている税理士の先生や弁護士の先生に、実は僕は魔法を使えて、この魔法のこのペンシルでこう振ったら、顧問先がこう1回振ったら10件、これ右に振ったら50件、何回か振ったら1000件ぐらいすぐ増えますと。で、振ってほしいですかって聞いたんですよ。そしたらみんな小さくちょっとうなずいてるんですよね。さあ、僕がその後聞いたのですね、そのじゃあ僕が300件のお客さんをあなたに紹介したとして、喜んでくれた、あもう先生もそれはもうね、その1000万か2000万はやっぱお礼せなって言うんですよ。私が聞きたいのは、社員の人はそれを大歓迎してくれてるんですかという。おどんと来いと、もうどんどん徹夜してやるぞと。これね、社員のこと本当に考えてますかということなんです。それからですね、顧客数が増えるということは税務上もリスクが増えるという意味ですよ。当然ですけど、税務調査の数も増えるでしょうし、ミスの度合いも増えるわけですよ。それからもう一つ、新しいことに、先ほど言った階段登るときに執着している資格者は、その資格の枠しかかなりしっかり握ってるから、こう離さないから次のは握れませんよね。その新しい時代の変化に合わせて、新しいことに挑戦しなきゃいけないことが300件500件増えたら、その事務所アウトっていう意味ですよ。次の新しいことにできない条件を揃えてるんですよ。つまりパラダイムというのは、全てを決定する根拠なんですよ。ものの考え方、価値観が、私の価値観でいくと、顧客が増えることは困ること、だから10年間顧客増やしてないんですよ。あ、その前の若い時の楠本君はガンガン増やしましたよ。それはもう全国でも有名になるぐらい、だから講演してもらったんですけどね、東京で。で、付加価値がどんどん上がって、毎年社員はヨーロッパ旅行ですよ。で、幼児山本の制服に純子島田の制服ですよ。で、福利厚生、ね、平均給料月3万円ですよ、上げたの、僕が帰って3年で。それはみんな車買い替えましたよ。で、そんな、それはね、間違った話をしてるんですよ。それがまだ、それっていいなと思うんだったら、話してもいいけど、別の部屋で話さなきゃいけない。ただ、それをすると大変なことになるだけの話です。つまりパラダイムが変わるとですね、価値観っていう字はちょっと今日は説明できないけど、価値の観は観光の観でしょ、これは哲学という意味なんですよ。何を価値と考えるかなんです。だからその価値観で、実は夫選びも妻選びも社員選びも人生の選択は全部この価値観でしてるんですよ。だからそこら辺がね、これから実は見えないんです、価値観って。だけどこれが非常に重要になってくるということです。で、12ページに行きます。あと10分ぐらいかな、10分ぐらい話していい？はい。12ページはですね、新たな共同体の時代で具体的戦術の一つだけを少しだけ、一つの中の少し紹介します。先ほど言った、縦割りを横串にしているというのが今のその省庁との問題で、先ほど申し上げたように全ての事業を、そして企業も含めるんです。これまで僕が東京から福岡に戻って会計人共同体を作った時は、税理士業界を変革したかったんで、税理士という事業だけの集まりだったんです。それが今はあらゆる事業が横串になった。で、それに加えて今度は企業と地方行政もその中に串刺しにするんです。で、今はうちはですね、
市役所の中にうちの会計事務所があるという形を作ってるんです。で、市行政の方からこれ地方の場合ですね、市行政から 市内、例えばこれ区であれば 区の中の事業者の方にアンケート調査や電話や訪問による完全掌握をしていきます。企業についての実態の調査です。で、定期セミナーも 区なら区、市なら市でやって、常時相談窓口が開設されます。この時に知識や情報がない、行政を支えているのが我々なんです。で、直接相談に来られる方がいます。その時には市役所の人にはできませんので、我々が対応します。それからアンケート分析が連絡、アンケート分析が出てきたら、それについて、行政の方が言ってもらいます。これは営業のことです。つまりじゃあそんなことしたら、うちの地方で、楠本のが恨まれて、他の先生方から嫌われて、その恨み買うようなことは絶対やっちゃいけないんですよ。運が悪くなるんで。ところがね、絶対問題にならないんですよ。なぜかというと、従前の税理士の仕事は一切取りませんから。お願いされても断ってるんです。なぜか、労働集約型だから。そして他の先生方でもできるから。だからできない。競馬は僕 やらないし意味わかんないですけど、ある有名な話で、1位と2位って1位しか全部賞金取らないんですってね。で、あれ写真判定の時は花の差なんですって。で、ゼロか全部取るかなんですって。つまり僕らは今持ってる、僕なら税士なら税士という職業の知識、それまではですね、普通の税理士さんよりも戦略税務とかいろんなものが深く詳しいということでの差をつける、これ差別化戦略って言うんですよ。それではなくて、違う一個先を、つまり知らないもう一個先がですね、全部が違ってしまうっていう、こういうことなんです。で、従って、仕事は取らないです。仕事は取らないから全然問題ないでしょ。ただしですよ、これは別に地元の先生たち言ってもらってるわけじゃありませんけど、ただし間違いは指摘します、申告書の。だから迷惑られるかもしれません。でも中小企業の経営者がプロに頼んで正しいと思っているその申告書が間違っているときは、これを黙っているわけにはいかないです。で、面白いんですけどね、皆さん、これは資格者ばっかりだから今日は話しやすいんですけど、ミスがないようにしようと思うとプロの世界でこれは難しいんですよ。ところがね、ミス探すのはいとも簡単。間違ってる箇所がどこか分かってるんですよ、もうこっちは。この業態でここなら別表のあそこを見ればやってるかやってないかが分かる。やってない、あ、これアウト。あ、これ金額ますでしょ。あ、2000万円も税金違ってるわ。これ知らない税理士と知らない課税庁と知らない、あ、課税庁知ってても教えないけど、知らない経営者が税法の専門的な解釈が分からないから、無駄になってるお金は多分全国で何百億ってありますよ。そしたらそういう会社って、利益出てる会社ってね、そのお金、税金が減ったからといってね、車買ったりしないんですよ。従業員のためとか未来のために投資するんですよ。それで国家を回していかなきゃいけないんです。それが長年古い、年取ったって俺ももうじじいですけど、ね、64歳ですからもう引退するんですけど、だけど長い年配の方たちがずっと抱え込んでいて、税理士なんて誰でも一緒と経営者が思っているから、社労士なんてどこに頼んでも同じことやと思っているから、どっこい違いますよということが、その世の中に広まってないんで、これからそれを広めようということですね。今日の映像も含めて、資格業者の人、資格を目指す人たちにも見てもらいますけど、申し訳ない、私はこの映像は全中小零細企業に見てもらうんです。で、この回に問い合わせがどんどん来てもらって、皆さんが活躍してもらいたいと、こういうふうに思っています。で、今日お話ししているのはこの図の真ん中に、この直接相談アンケート分析からというこの下、出口戦略の MA 財団と、この後白川理事の方が、僕は MA 財団の代表理事を今してるんですけど、それから年内で辞めさせてくれというのはずっと言ってるんですけど、ごめんなさい、顧問とかね、そういうのはもちろんやりますけど、使えるの？よいしょ、あ、大丈夫かな、よ、はい、すいません、今日はだからこの MA 財団というところで来ましたので、その下に書いてある、意味のわからないものが書いてあると思うんですけど、虎の巻って何だっていうと、これ経営虎の巻って僕が昔
20年以上前に中小企業のために経営者が経営の勉強してないんですよ。しかもですね、僕も経営学部とかその経営に関する修士論文とかも書いたんですけど、それは全然経営の役に立たないじゃないですか。ところが一方でコンサルタントというなんかうさんくさい連中がですね、うさんくさくない人もいますよ、うさんくさい人たちが大学卒業してなんかマニュアルを覚えたら中小零細企業に行ってコンサルティングして社長喜んで何百万も払ってるんですよ。そのテキストを中小企業に配ればいいのにと、単純にそれだけの話です。 だからもう今からいろんなものがね消えていくんでしょうね。それから経営財務っていうのは会計のことなんですけども、本来普通の税者がやってるのはね、税務会計っていうやつなんですよ。でこれがね諸悪の根源なんですよ。いや諸悪の根源っていうと税理士さん悪いんじゃないんですよ。税務会計を使わないと申告書作れないから、作るのに便利だから。だから償却だとかそういった税法を知っている前提で会計処理したものを資産表として持っていくから経営の実態が見えてこないんですよ、という弊害の、つまりさっき言った問題が価値だっていうでしょ、言ったら一番最初にあれなんです。だから違うやつやったらお客さんやら喜んでるだけです。それからそれが税務会計、その上が制度会計がそれを成しているんですけども、その管理会計というのが会社の今の状態を判断するやつ、これは使い物にならないんですよ。その上が資金会計、これキャッシュフローとは違います。ここで言う資金会計はもうちょっと違う次元です。それから人事会計があって経営会計ってあるんですよ。でこういったものを、随時、皆さんと一緒に勉強して、それから税務がそうです。普通の税務っていうのは申告をするために税法を使ってるんですよ。戦略を立てるために使えばいいのに。でもう一つ上があるんですよ。経営を行うために税法を使えばいいんですよ。それから PPS っていうのは先ほど言った、これはねお金をもらわないんです。プロなのにお金もらわないのと、はい、1円ももらわないで仕事します。弁護士、会計士、税理士、それから社労士、いろんな方たちと司法書士の先生も含めて10何人ぐらいで行きます。でやってタダで仕事させてもらいます。大変なこう分厚い提案書が最後出ます。でものすごく経営者が感動してくれます。そして成功報酬をもらいます。結果が出て現金がなんぼ増えたから、その中の 20% だけもらいますと冒頭から言ってます。ちょっとさっきもあれです、いや先生もっと取ってよ、3割でも4割でもいいですと。だってこれからこの知らなかったこの、プラスのキャッシュがずっと続くんでしょと。そうです。出会わなかったら今の先生にもらったらずっと無駄のお金を払い続けてましたということですから、払ってくれるというけどそんなに取る必要はないんです。2割で十分です。1億のキャッシュフローが生まれたという事実があってからもらえますからね。もう完全なる なんか分かる、とりあえず毎月金くれ、なんかなしなんか、そしたらもう芸者のようになんかしますと。こんなことの時代はもう終わるということですよ。終わらせなきゃいけないんです皆さん。そしてその皆さんここで個人でやらなさって、部下もいないっていう事業の方がいらっしゃると思うので、関係ないです。これから規模の大小関係ないからです。やる気があるかどうかだけなんです。でそこで例えばビッグ事務所ならできるけど、私小さな事務所だからメルマガ配信できませんというのは共同体から出したらいいだけの話ですよ。それからこういうことの判断ができませんのでリモートで対応すればいいんですよ。関係ないですよ。今なんだっけ、伸びてる企業がなんか質屋さんじゃなくて物を売りに来る人が増えて、それがエルメスのバッグの E がちょっと本物下が長いとか、それなんか資格取るのに今仕事にあぶれて女性の人たちを集めて自宅でその展開しているところがこのニュースであって、である程度マニュアルは全部教えるけど、どうしてもわからない貴金属とかなんとかがある場合はリモートでプロの本社の人が数十人いて見てあげて決定してくれるから安心して仕事できるんですよ。皆さん MA もそうですし、それからいろんな、今から今日は MA 財団で来たから MA の話を主にしないと白川理事から叱られるけど、他にもいろいろあるんですよ。いっぱいあるんです。でどれも主役なんですよ実は。でそのどれも主役の中の一つのことについても、私は小さい事務所で一人で開業してるからっていう関係ないんですよ。財団、これが共同体なんですよ。しかもこの共同体は面白いでしょ。お金かからんだよな。勉強するのにお金かかるけど、入会はい3分で終われって言うんで終わらないけど2分延長しますはい、13ページこれさらっといきます。協会領域を超えると、今言った事業それぞれの協会を超えると、で協会領域に踏み込むと出てくるものとはって書いてます。ここにもう時間がないので一言だけ書いてください。全体の問題が出てくると書いてください。行政でも資格業でも何でもいいです。協会領域があるんですよ。例えば
家庭で言えばお父さんとお母さんと息子との間の境界領域があるんですよ。その境界領域に本当に本気で踏み込んでいったら家庭の問題が出てくるんですよ。全体の問題って言いますけど、それが怖い、怖くって遠慮してるんですよ。遠慮する必要なんで、このも、出て、ここから出てくる問題は本質的な問題なんです、皆さん、絶対に。ということはどういうことかというと、大きな本質的な問題だということは大きな価値に変わるという意味です。それからその次に書いている結果を確かにするものとは何かと、その境界領域に踏み込むときに そこから出てくる結果というものが出てくるんだけども、これを確かなものにするとはどういうことかと、これ一言で言うと、先ほども一回言ったんですが、行動です。行動を取らなければ結果は出ないです。ところが結果が出てない人は絶対に行動に出てないんですよ。その次にね、もっとあるんです、実は。その結果を価値にするのは一体何かというと、それが価値観なんです。で、この価値観が高いとどうなるかというと、結果にはね、普通の人はね、いい結果と悪い結果があると思ってるんですよ。これはもうすでに低い価値観なんです。いい結果が出たときは、なぜそのいい結果が引き出されたかということに対して感謝すべき人に感謝が出てこなきゃいけないんですよ。ところがこういうお勉強してない人は、俺がやったと思ってるんですよ。だからそれが図に乗る落とし穴を自らが作っていくんですよ。いい結果が出たなんての、例えばうちの会社で言うのは僕じゃないですよ。僕を育ててくれた両親がいてくれて、それを守ってくれる社員がいてくれて、僕一人じゃ何もできないんですもん。今日もホテルで Wi-Fi どうして繋いでいいか分かんないですよ。後で白川にやっても何にもできないんですよ。本当にそうですよ。で、じゃあ悪い結果が出た時は全部私の責任に引っかぶればいいんですよ。だって結果を招いたのは私だもん。申し訳ない。だけど、その周りの人に対して。その悪い結果が出たということは、そのなぜ引き寄せたのかの私の問題が分かるチャンスをくれたということですよ。さっきも言ったように、まあ、喧嘩でもいいし、殴り合いでもいいですよ。その負けたとしたら、なぜ負けたのかということを、悔やんでもしょうがないんですよ。意識きたかと、分かりましたと。じゃあなぜそこで負けたのかということをきちっと自己と向き合っていくんです。そしたら負けたことがものすごく強さになっていくんですよ。弱点があったから負けたんですもん。こんな当たり前のことを僕は学校で教えるべきだと思うんですけど、なんせ東京裁判士官以降、学問そのものが全部アメリカナイズされて、全ての過去の日本の勉強をシャットアウトされて、近代こそが正しいというようになってしまったんで、今から脱近代が始まるんです。近代を超えるんです。という意味は、近代を否定しないんです。近代をアウヘーベンするんです。抱きかかえてあげるんです。そしたらどうなるか、足りないところが見えるんです。近代の民主主義も変わります。資本主義が変わります。公益資本主義に変わります。さあ、そして最後14ページを読んで皆さんとお別れしたいと思います。終わりにと書いてます。どんなに優れた資格を取得しても、それからどんなに広い情報と知識を得ても、価値化はできません。価値化というのは社会貢献です。どこまで深く相手本位、先行き本位、全体本位、内容本位でものを考えられたか。もし価値化、社会貢献 にはそうでなければ、社会貢献、価値化にはできませんよと。さらに、同じ目的を共有し、立場を共有し、問題を共に共有する仲間がいなければ大きな価値は作れません。一人の能力を誇る時代はもう去りました。共同体の時代です。異なる価値観だからうまくいかない、価値観が違うから別れるなんていうバカなことを言ってる人がいるんですよ。これは個性差と異相差の違いを知らないからなんです。異なる価値観だからこそ価値を生むんだという根拠があるんです。今日は説明できませんけど、この異相差の高い価値観を共有し、新たな事業の価値、世界を共に創造していきましょう。皆様のこの貴重な時間という人生の一部をいただいたわけです。そしてまた私も人生の一部であるこの時間を九州から来て皆さんと重ねて共有しているわけです。で、これをご縁にね、ぜひ皆さん方と新たな時代を作っていけるお互いの侍であれたらありがたいなと思っております。私の方からは以上です。どうもありがとうございました。
それではですね、今から第2部の方に入らせていただきます。第2部ではですね、マッチングクリエイター養成講座をこの度レック様と一緒に共同で1月、2月、3月と開催させていただきます。そのご説明を兼ねて我々の一般財団法人日本的 M&A 推進財団がどのような経緯で誕生し、どんな問題解決を目指しているのかというようなところをお伝えしたいなというふうに思っております。で、会場の皆様にはレジュメをお渡ししているんですが、今回 YouTube で聞いていただいている方にはちょっと手元に資料がないので少し分かりづらいところもあるかもしれないんですが、またですね、後日レジュメも皆さんにお渡しいただけるということなので、そちらでご確認いただけたらなというふうに思います。まずはじめになんですけれども、レジュメがある方は見ていただいて、ちょっとパワーポイントでいつもお話しする機会が多いので、スライドをそのまま貼り付けたようなレジュメになってますけれども、1ページ目の上段に、我々の組織の紹介をさせていただいておるんですが、長々とここ説明する気はなくてですね、ポイントとしては先ほどの楠本が我々のグループの代表なんですけれども、僕はそこで大卒で採用してもらって、そのまま約25年近くなるんですけれども、厳しくも温かくずっとこう指導していただきながら現在があるんですが、そのうちの事務所がですね、もともと母体が税理士事務所で、開業がもう68年の事務所になります。で、福岡県の田川市という、過疎地ですね。どちらかというと以前は炭鉱でものすごく栄えた町なんですけれども、今は非常に過疎化していっているというようなところがあって、なのでクライアント、我々のお客様がかなり経営者も高齢化しているとかで、お子さんはいるんだけど就職して帰ってこないとかいうような現状がたくさんある。で、その中で税理士事務所をやっているから、お客様の会社の数値、財務内容はよく分かっている。で、非常に財務実績も悪くないんだけれども、後継者がいないから閉じざるを得ないとかいうような問題に、日々直面しているわけですよ。そういうバックボーンがあって、この M&A 財団っていうのを8年前に立ち上げるということになったんですけれども、少しですね、そのきっかけとなった事例っていうのが分かりやすいと思いますんで、そのお話をしたいんですけれども、ちょっと YouTube の皆様にもちょっと写真を共有していただこうと思うんですが、その設立となったきっかけの事例、この1枚の写真が教えてくれたことについてということで、真ん中に写っている方が会社を承継された社長様、橋本社長といううちのクライアントのですね、お客様です、社長様です。で、横向かって皆さんレジュメに向かって左手に写っている方が小早川社長といって、こちらの方が会社を譲られた社長様になります。で、右側がその社長様の弟、小早川社長っていうんですけれども、弟さん、小早川専務ですね、工場長です。で、この1枚の写真きっかけで、僕は別にですね、 M&A をしようと思ってたわけじゃないです。普通に会計事務所で勤務してたんですよ。で、この事例に触れて、これはもう財団を立ち上げざるを得ないと思って、代表に、楠本代表にお願いをして、財団を立ち上げさせていただくということになっていくんですけれども、どんなお話だったかというとですね、これ今、写真座って写っているのが皆さんお分かりいただけると思うんですが、小早川社長がですね、もう立ち上がれないんですよ、ご病気で。なので、座ったまま写真を撮ってるんですけれども、で、M&A のこれ、基本合意契約の調印式の後ですね、食事をしながら、歓談をしながら撮った1枚の写真なんですが、どういうお話だったかというと、少し戻しますけれども、このですね、橋本社長が我々のところにご相談に来られて、小早川社長がもうご病気になって経営を断念すると、続けられないということになったと。でも、この実は橋本社長の会社は世界シェア 20% ぐらいを誇る振動モーターを作ってる企業様なんですよね。で、そこの社長が実はその振動モーターって、製造業、日本のものづくりの本当に優良企業なんですけれども、その振動モーターは実はその小早川社長のところってですね、社員数27名、レジュメがある方は右上を見ていただいたらわかるんですけれども、社員数が27名ぐらいの小さな会社で、橋本社長の会社は北九州にあって世界シェアを 20% 近く持ってて、社員数はもう300名近い企業様なんですけれども、ここの会社の振動モーターは実はその小早川鋳造所っていう鋳造所なんですよ。小早川社長のところは鋳物の会社ですね。そこの技術があって初めて成立するんだと。
で小早川社長が経営をこれ病気でやめちゃったら自分のところのモーターも品質を維持できなくなる危険性があると、可能性があると。なのでなんとかこの会社を継続させることを白川さん一緒に考えてくれという話だったんですね。で、まあ、その内容はですね、まあ、いろいろとちょっと今日はその趣旨じゃないんで端折ってお話をするんですけど、3ヶ月ぐらいでこれ M&A が成立します。でこの時に僕この、MA をしようと思ってお手伝いしたんじゃないけれども、まあ、言ってしまえば結果的に M&A になったんですが、それをしながらものすごい大事なことにいくつか気づかされたんですが、一つがですね、この小早川鋳造所さんっていう会社は熊本の八代っていう、まあ、すごい田舎にあるんですね。やっぱりでここの田舎の、小早川鋳造所さんがもしですね、社長が病気になったのをきっかけに橋本社長がそういう引き継ぐっていうことを考えずに閉じてたら、まあ、病気になったんだから続けられませんからね、当然閉じますよと。そしたらその27人は働く場所が明日からなくなるわけですよ。でいくらですね、鋳物の技術があると言っても、実はこの八代って農業の町なので、そんなにたくさん鋳物の会社があるわけじゃない。27人も一気には雇ってくれるような場所はない。そしたらいきなりこの社員さんは再就職先を探し始めなきゃいけない。その家族がいる。で中にはまだ子供が生まれたばっかりの社員さんもいた。そしたら会社が継続していくってものすごく重要なことだよねっていうのが痛感したんですね。それからこの小早川鋳造所の前横にですね、実は定食屋さんがあります。夜は居酒屋になるんですけど、そこの居酒屋さんに僕が、小早川さん訪問して食事をしていたら行員さんが来て食べるんですよ、その会社の小早川の。で後であの定食屋のおばちゃんも言ってましたけど、小早川さんが辞めたらうちの定食屋もやっていけなくなると。で地方経済って当然ですけど、一軒の会社がいろいろと周りの取引先も含め有機的に経済活動をしているから、もう経済が回ってるっていうことがあるんですね。そこから一軒忽然と小早川さんが消えちゃうと、地方の経済が回らなくなる可能性がものすごくリスクが高い。で都心部だったら当然会社が一軒消えても次に出てくるでしょうと。でも八代の会社一軒なくなったら鋳造所が次に鋳造所なんかできないですよと。でなので、あ、自分もさっき冒頭言ったように我々のその事務所の 本社のある田川筑豊っていうところも、まあ、同じような状況だなっていうのをすごい感じたわけです。でもう一つ、これが僕は一番ショックだったんですが、小早川社長はですね、病気になった時に顧問税理士の先生に当然ですけど相談してるわけですよ、会社を畳もうと思うと。そしたらその先生はものすごく丁寧な生産シミュレーションを作ってあげてるんです。僕でもこんなに丁寧に作るかなというぐらい丁寧に作ってるんですよ。でもその仕事って正しくないわけじゃないですか。お客様のニーズに誠実に応えた仕事が正しくない可能性があるっていうのが、僕でも同じことをすると思ったんです。すごいショックだったんですよね。じゃあ今お客様のために我々は何をしないといけないのかっていうのをすごい考えさせられたんですけれども、で僕 MA とか本当にその時考えてなかったんですけれども、ですね、この仕事をしたことでその MA の可能性っていうのにすごく気づかされます。当然ですけど会社が生産してしまうと技術は途絶えます。で雇用機会が失われます。家族が困ります。地域経済、さっき言った定食屋さんとか取引先が疲弊していきます。で社員は失業し就職活動しなきゃいけません。で社長はさっきの生産シミュレーションだと資金を手出ししないといけないっていう話になってたんですよ。工場をスクラップしてしまうのに無借金ですよ、この会社で。これを橋本社長からの相談があって、僕が M&A のお手伝いをしたことで技術は承継され、雇用は継続し、地域経済が守られ、社員の福利厚生は、それは27人の会社から300人の会社になれば退職制度とかそういうのはものすごく充実する。で給料も上がりました。で株の譲渡対価が社長には入るんですよ。さっきの生産してたらお金出ているんですよ、出ていくんですよ、手出し180度違うんですよね、結果が。社長にとっても全然いい。でこの会社1年後に決算賞与が出ました。でこんな、僕8年間こうスモールディールの M&A のお手伝いずっとしてきたんですけど、 M&A した結果業績が良くなったっていうのはほとんどそんな事例ばっかりですね。それはそうですよ、経営者の経営力があるし人脈があるしノウハウがあるしっていう、全然その結果が変わってくるっていうのはたくさん見てきましたね。それから一番下にちょっと、これは遠慮がちに本当は書きたいところなんですけど、生産すると我々のお客様企業は消えちゃうので顧問先がなくなるんです。顧問契約が消えるんです。でもこれ M&A したことでその先生は顧問契約をずっと継続させてます。週刊ダイヤモンドか何か見たときに載ってましたけど、事業に MA の相談をしたら自分の顧問になんか顧客がいなくなるから反対する先生がいる。
これだいぶ頭が弱いんじゃないかと思うんです僕正直。違いますよね。生産したらクライアントが減るんです。 M&A したら会社は残るんだから僕らの仕事の場所って残るはずなんですよ。それでもしクライアントが違うところに移るなら自社のサービスの問題を疑わなきゃいけないっていう話じゃないですか。なので本当にそう思います。なので MA っていう出口って知れば知るほどこの時にものすごい可能性を感じたんですね。でそれででも自分の事務所の中だけでは当然マッチングとかできないんですよ。で MA センターさんとか当時僕も一緒に仕事を何件かさせていただいたんですけどやっぱ手数料が高い。この時の M&A のディールって当然金額として言えばですね3000万以下ぐらいです。そのぐらいの M&A なんですけどそこで大手の M&A ブティックに持って行ってもテーブルに乗らないんですよね。手数料がどうしても高いから。じゃあどうやったらこれ手伝いができるんだろうと。自社の中でもマッチングできないとしたらもうネットワーク作るしかない。それで当時我々のさっきの楠本が作ってくれてた会計人共同体という会計人のネットワークがあったのでそこをベースにこういうマッチングを皆さん生産をしますっていう会社の相談をされたらとりあえず一回ここに情報を入れましょうっていう器をですね作ろうっていうことを構想としては考えたんですよね。それで立ち上げたのがこの M&A 財団で株式会社にしなくて財団にしたのはその利益を目的にしたくなかったからで当然ですけど赤字報酬をする気はないんですけれども相互にうまくマッチングできる器を作ろうという発想だったのでまずはでこの中に会員の先生修行の先生たちですねに会員になってもらってさっきの小早川さんのように会社を畳もうと思うっていう相談をされたらこの中に情報共有すればじゃあうちの顧問先がその情報だったら欲しいかもしれないっていうこういうつながりができていくと小さな会社でも1件でも2件でも可能性が広がるんじゃないかとそういう発想で立ち上げたのが M&A 財団だったんですね。でそういうのをやっていくとちょっと3ページレジュメの方では映るんですがこれも皆さんちょっと見ていただこうかな。こういうことを僕知りました。羽衣文具さんっていうチョーク屋さんのお話だったんです。これ NHK で取り上げられてたんでご存知の方はいるかもしれないんですがチョークを作り続けて82年、この度廃業することになりましたって言って2015年の春に自主廃業しちゃうんですよ。でこの羽衣チョークって、まあね、歴史もあるし本当にね折れなくてしなやかで品質がいいで手が汚れないようにコーティングしたとか多分ですね皆さんも小学生の頃とか小さい頃チョーク使ったことがあったらこう使ったことがあるのかもしれないですけど本当にですね2015年の春にこれ自主廃業しちゃいます。でこのですね社長さんが2014年の秋に廃業するっていう話をした時に駆け込み需要がものすごくあったらしいんですけれどもその NHK でやってては面白かったのがファンがですね海外に結構多くてアメリカとかドイツの数学者哲学者にこのチョークのファンが多くてですねでトタムって言ったら駆け込み需要ですごい注文が来てアメリカの数学者なんか20人ぐらいお金を出し合って2年分のチョーク何トンかをこう備蓄したっていうテレビでやってたんですけどでこの会社どうなったかっていうと実はですねこの、右下に載ってる韓国の方なんですけどこれ塾の講師だったらしいんですね。当時この方が自分の資材を投げ打ってこの羽衣文具の社長さんのところに来て自分に引き継がせてくれっていう話をしたらしいんです。で喜びましたよ。それは羽衣チョークの社長さんは自分のその作ってきた82年の技術を引き継いでくれる人がいるんだから。で4ヶ月韓国に行って技術指導してでレシピもそのチョークの機械一式も全部譲ったんですよね。でこの塾の講師がおっしゃってたんですけどチョークの需要が小さくなってる需要が低くなってるのは日本国内の話だけでしょと。これから東南アジアなんか学校建設ラッシュだしその先は何でもインドでもあるしアフリカでもありますよと。チョークの需要そもそも品質がいいんだからなくなるわけがないと。でこの話を聞いた時に僕は結構ショックでこれ日本の企業で引き継ぐとこなかったんかなと。そういう検討は少なくともしたのかと。ここに顧問税理士いたんでしょっていうのが僕はすごいやっぱりショックだったんですよね。でこんな会社がいっぱいあるんです。ちょっと次にも載せてるんですけどこれも日経新聞に載ってて悩む中小に中国マネーっていうのがこれ2019年の6月の夕刊だったと思うんですがちょっとポイントだけ抜粋してるんですけど承継への頼みの綱1976年に創業した会社で社員数14名小型モーターをインテルへ納めてたんだけど2012年に経営破綻するんですね。でその時に取引先の大手さんになんとかこれ
助けてくれませんかっていう打診をするんだけど見放されちゃって、で翌年中国に企業を譲渡するんです。で現在出荷量は900倍でめちゃくちゃ伸びてると、めちゃくちゃポテンシャルのあった会社なんですよ。これも結局海外資本に持っていかれちゃって、技術は流出するわ、その会社が不動産持ってればその海外の資本に不動産まで日本の抑えられてしまう可能性がある。これめちゃくちゃ今増えてるんですね。もう次のページにあるように2018年の企業倒産って8235件だったんです。10年連続で前年を下回ったんですが、休廃業解散した企業は4万6000件ですね。でこの休廃業解散企業の代表者年齢は60代以上が8割を超えていて、高齢化による事業承継が課題になることが鮮明になっているというふうに書いてるんですが、これですね、このコロナで皆さんもご察しの通り相当増えます。で今の現状では倒産企業件数はそんなに増えてないんですよ。政府があれだけ資金注入してますから、倒産っていうのはそんなに表面的に増えてない。でも休廃業解散もういいやっていうふうに休廃業解散してる会社さんってもうすでに 23.9% 増なんですね。この2018年の間違いなく増えます。今年は多分5万3000件は間違いなく超えるだろうっていうのが東京商工リサーチの見立てなんですけれども、5万3000件って皆さん365日で割ってみてくださいよ。1日140件です。140件平均で会社が消えていってるんです。この中にさっきのものすごいいい技術を持った小早川さんみたいなところがあったり、羽衣チョークさんみたいなところがあったり、さっきのその中国に買われた技術を持ってる会社があったり、そういう会社が今日もですよ皆さん、140件なくなってるんです。これは何とかしないといけないでしょうって僕は思うんですね。で企業今ね、中小企業特に小規模企業325万社あるって言われてて、 85.1% が本当に規模の小さな零細企業なんですけど、ここをですねどういうふうにこれから支援していくかっていうのがかかってます。M&A をたくさんやってる会社さんって当然ですけど手数料がたくさんかかるので大手しか手伝いができません。日本の 85% の企業に対して本当にその後継者問題を解決しようとして動いている人たちってほとんどいないのが今現状です。でこれ日経にずいぶん前ですよ、2017年に載った記事ですから、大廃業時代の足音中小後継者見て127万社って載ってるんです。でここから3年間ほとんど何の手も打たれてません。で大廃業時代って当然ですよと、会社って一回設立すると当然ですけど次の5つの出口を絶対に選択しないといけません。5つしかないんです。これはもう宿命なんですよね。倒産をしてしまう、これは積極的に選択する出口じゃないし、そもそも続かないで、清算、これもさっきの小早川さんの例から始まるように、我々は何とか継続させたいっていう会社だとしたらこの清算もない。そしたら続けようと思ったら左側の向かって左側の3つしかないんです。 IPO 上場か事業承継か M&A しかないんですよ。で IPO って日本に上場会社って今3500社ぐらいですから、コンマ 1% ですね、可能性があるとしても。で事業承継、これ親族内承継っていうことでちょっと限定させていただくと、これ親族外承継もまあ事業承継に入るじゃないかっていうご意見もあると思うんですが、一旦ちょっと親族内承継ということで整理をさせていただいて、 M&A を第三者承継というふうにさせていただくと、事業承継って今できないんですよ、後継者がいないから。ご存知のように、これも日経に載った記事です。2018年ですね、後継者いない悩む中小で国や自治体 M&A を促すっていうふうに書いていて、70歳以上の経営者の半数が見て、でこれも帝国データバンクや東京商工リサーチなんかのデータを見ると、もう6割以上の中小企業に後継者がいない。そしたらごめんなさい、ちょっと戻りますけど、さっきの出口ですよね、この親族内承継をしたくてもできないんです。そしたらもう唯一の出口って M&A の第三者承継しかないんですよ、しかないんです。他に選択のしようがないんですよ。それができなかったら清算なんです。だから休廃業解散の件数がどんどん増えているわけでしょ。で国や自治体も M&A を促すって書いてるんですけど、書いてはいるんですけれども、実際に何の施策も具体的にはなされていない。で今回もですね、税制改正大綱発表されてますけど、自民党から M&A に関する税制もちょっと出てますけど、まあちょっと効果的ではないなというふうには思うんですが、まあ、そこをちょっと話すと長くなるんで、でですね、レジュメのある方は次に書いてるんですが、ちょっとね、YouTube で見てる方はネットで検索していただいたら出てくると思うんですけど、中小企業庁が昨年の12月に第三者承継総合支援パッケージっていうのを出しました。でこれネットで見たら出てきます。あ、ちょっとじゃあ
上半分だけですけれども、こういうこれは一部 PDF のところを切り貼りしているだけなんですが、パワポに。こういうふうに書いてますね。現在中小企業の M&A は年間4000件ぐらいしか送られていなくて、潜在的な後継者不在の中小企業数127万社からしても不十分だと。で、その背景としては、行政として次の3つの課題があるというふうに考えているっていうふうにこれ書いてあるんですけれども、本当にそうかなって思うんですね。まあ、一つ目が売り案件が圧倒的に少数とか、マッチングの成立が困難とか、承継後の経営統合が難しい。だから、小規模の M&A って進まないんだよねっていうふうに書いてるんです。この総合支援パッケージによると。で、僕は、この8年ずっとこう、中小企業の M&A っていうのをお手伝いしてきて、本当に感じるのが、実はですね、レジュメのある方、次のページを見ていただくと、問題の本質って絶対ここだと思ってて、で、中小企業白書にもこれ載ってるんですよ。レジュメのない方は何がある書いてあるかというとですね、中規模以上大企業の M&A の支援者は民間にちゃんと存在しますと。でも、小規模ディールの M&A の支援者は民間には存在しないんです。不在ですっていうことを書いてるんです。中小企業白書に。はっきりと。だから進まないんですよ。支援者がいないから。当然ですよね。そこの支援をしてくれる人がいないわけだから、進みようがないわけですよ。自分たちで M&A なんか中小企業の経営者ができるわけないじゃないですか。なので、進まない。小規模ディールの M&A が。で、なんでですね、民間の担い手が小規模ディールに生まれないのか。これも理由ははっきりしていて、小さな M&A のお手伝いをしたら、フィーが小さくなるからです。わかりますよね。M&A して動くお金が小さいんだから、それを支援した人の受け取れるお金も小さくなるんですよ。だからスモールディールの支援、イコールスモールフィーなんですよ。で、報酬が小さいでしょ。で、しかもですね、やったら皆さんわかりますけど、これからぜひ皆さん、今日聞いていただいている皆さんにはやっていただきたいんですけど、小さなディールの M&A の方が、ビッグディールより手間がかかるし、ややこしいし、めんどくさいです。なぜなら、大きい会社の M&A って、ちゃんとセオリー通りに手順を追って株主総会や取締役会の決議を踏んで進んでいきますから。でも、スモールディールの M&A って、中小企業の経営者が、やっぱ俺辞めたって言ったら一瞬でひっくり返るんですよ。昨日までやるって言ってたのが。まあ、例えばそんな話もあって、すごい手間がかかるし、にもかかわらず、フィーは小さい。そしたら皆さん、今ですね、でもご存知だと思うんですけど、スモールディールの M&A をやろうって言って、たくさんのプレイヤーがこの、マーケットに入ってきてます。相当苦労すると僕は思ってて、うまくいってくれるといいんだけれども、難しいだろうなと思ってます。儲からないから。で、儲けようと思ったら、もう当然、こう聞いていただいている方には、釈迦に説法かもしれないですけど、売上高は単価かける個数なわけですから、単価を高くするか、数を増やすかしかないんですよ。で、数を増やしたら、それは荒い仕事になりますし、で、単価を高める方法って言ったら、それこそ、やりやすくて、すぐマッチングできそうな案件になっていきますよね。で、それで今起こっている問題がどういうものかっていうのをちょっと見ていただきたいんですけど、こんな資料をちょっと作って、これ、ダイヤモンドオンラインに載ってたんです、実際。M&A の業界って、業法も当然ですけど、資格もないわけですから、これですね、真ん中に仲介業者野郎が載ってるんですけど、あ、仲介業者さんが悪いわけではなくて、この人が悪いんですけどね、この、いかにも善人そうな顔してますけど、この人がですね、会社を後継者がいないから譲りたい会社のところに行って、こう言うんですよ。売り手は完全に無料でお手伝いしますと。それは無料だからじゃあお願いしますってなりますよね。これなんで無料でやると思います？個数が欲しいからですよ。たくさん情報が欲しいんです。無料だったらたくさん自分の懐にそういう会社の情報を手に入れられるじゃないですか。で、査定したら5億ですっていうんですね。まあ、順当に査定したとしますよ。そしたら、今度は買い主側に行って、向かって右手ですね。5億のいい案件がありますよっていう提案をするんです。で、まあ、なかなかそんな簡単には見つかんないんだけど、まあ、うまく見つかって、私どもで引き継ぎますって言ってくれたとしますと。そしたら、この仲介業者野郎がですね、じゃあこちら3億まで価格を引き下げるよう交渉しますんで、その場合は浮いた2億のうち1億を報酬に乗せてくださいっていう話をするんですね。で、今度は売り主の方に行って、買うことを検討している会社さんが3億なら受けてくれるそうですと。この機を逃すと次はないかもしれません。もうこれで決めましょうっていう話をするんですよ。
で、まあそうですかと、私の体力や社員のことなどを考えると致し方がないですね、じゃあそれでお願いしますって言って、この人は通常報酬プラス1億円ゲットと。これ結構こういう事例があるんですね。これ、ネットに載ってるぐらいですから。で、不動産やられてる方は割とそういうこと、不動産ってあるよっていうふうに言われたりもするんですけど、不動産と中小企業の M&A って違いますから。何が決定的に違うか、相場がないんです。不動産みたいに譲渡対価の是非を経営者もわからないんですよ。だからこの5億を3億にしたり平気でできるんですよね。でしかも自分自身のその体力の限界とかがあるから、それがまあある意味負い目にもなって社長さんがそういう事例になっちゃう。この時に売り主さんにちゃんとしたサポーターが、アドバイザーがついていれば、こんなことにはならないはずなんですよ。それを、そういうアドバイザーがしっかりいないから、こういうことが怖いから、だから M&A にもならないしっていうような話がたくさんあると思うんですね。これはすごい一例なんですけど、こういうのもたくさん見てきました。そうすると仲介者としては数も増やせるし、単価も上げることができるっていう、こういう話になっていくわけですね。で、こんなんじゃ困るんです。僕らのお客様が、大事な僕らのクライアントであり中小企業が、こんな風なあの人たち の食い物にされたら困るので、僕らはなんとかこの財団の活動を通じてしっかりしたサービスを提供していける土壌を作っていきたいんですね。で、さらにですね、この第三者承継総合支援パッケージの中で、あのぜひ見ていただいたらありがたいんですが、あとレジュメの方には載ってますね。中小企業庁が目標を掲げてます。第三者承継総合支援パッケージ、この中の、これ2ページ目だと思うんですけど、10年間で60万社の第三者承継の実現を目指すって書いてるんですよ。これ僕初めて見た時笑っちゃったんですよ、正直。だってですよ、年間6万社でしょ、1日160社ですよ。毎日160社 MA してるってどういう状況やねんって思って、これ本当にやる気があって書いたんかなって笑ったんですけど、でも笑い事じゃないんです、皆さんね。冷静に考えたら127万社後継者がいないっていう、これ多分もっと多いんです、実質はですね。行政が掴んだ数字が127万社、このうちの半数が黒字なので、ここは後継者がいなくてもなんとか引き継ぐ施策をしようって言って60万社っていう目標数値が出てるんですよね。だとしたらこれ本当にやらないとまずいんですよ、誰かが。でも繰り返しになるんですけど、小規模ディールの M&A を支援する人がいないのが現状なんです。じゃあ誰がやるんですかっていう話ですよね。だからさっきの楠本の話にもあったんですけど、我々でしょと、我々がやらなかったら誰がやるんですかっていう話だと思っていてですね。なので9ページ目に書いてあるように、本気で年間6万件のマッチングを行うインフラを作りたいんです、皆さんと一緒に。で、月間5000件のマッチングです、それって。で、我々が、財団の事務局があるんですけど、我々がマッチングしてても間に合わないんですよ、そんなの。なので皆さんとやらなきゃいけないんですね。で、そうするとざっと考えても、我々の財団の会員に1万人プレイヤーがいるんです、皆さん。しかも確かな、しっかり中小企業を支援できる確かなプレイヤーが、我々は1万人準備をしたいと思っていて、そうしたら1日5000件、売り手買い手さんに1人ずつアドバイザーがついたとして、月間5000件で、月1件そのアドバイザーがみんな M&A のマッチング支援ができるとしてですよ、それでもかなりレベルが高い数字ですけど、1万人のプレイヤーがいる。で、今財団は全国に600人のだいぶ上乗せしちゃいましたけど、600人の会員がいます、現在ですね。全然足りてないですよ。これを早く1万人にしたいと思っていますという話なんですね。で、それを実現するためにどういうことをやるのかっていうことをちょっと次から書かせていただいてまして、ですね、ここですね、これ皆さんはどう対応しますかと。レジュメがある方はもう手元にね、最初から書かれてるんで、見た通りなんですけれども、これ僕が直面した事例なんですけどね。15年前にある仕事を任せていただいた、私からしたら非常に思い出のある M 社長、皆さんもいろんなお仕事されている中で、多分お世話になった社長さんとかクライアントさんっておられると思うんですよね。ちょっとその方を思い浮かべてほしいんですけど、その方から電話が入りますと。この M 社長の M 社さんは、以前はお菓子の卸問屋をしていて、大きな商売をしていましたと。でも現在は事業を縮小し、年商2000万程度と、パート社員2名の牛乳宅配事業のみとなり、法人ももう解散して、現状はもう個人事業主ですと。
その M 社長からある日電話がかかります。次のページですね。朝早くて体力の必要な今の事業に限界を感じていると。身内からもう少し楽な仕事を紹介してもらったから牛乳宅配事業はもう3ヶ月後に廃業するよっていう電話をわざわざかけてくださったんですね、この社長さんが僕に。その時に皆さんにこの電話がかかった時に皆さんが何て答えるかなんです。ああそうですか社長、ご苦労様でした、じゃあ廃業のお手伝いしますねって言っちゃダメだっていう話なんですよ。僕はこう言ったんです。残念ですねと。単に廃業するより引き継いでもらう方を探しませんかって。この一言が言えるか言えないかってめちゃくちゃ大きい分かれ道なんですよね。で、そしたら M 社長は、いやいや時間ももう3ヶ月しかないし、きつい牛乳配達業を引き継ぎたいっていう人はいないでしょ、無理ですよって言った。それでも僕は引き下がらない、いややってみましょうよと。配達員さんも仕事がなくなると困るでしょうし、2人配達員さん社員さんいましたから、何よりお客さんがまだ500件くらいあるでしょと。これ地方の牛乳宅配事業なんですけど、見守りとかいう社会的なインフラの役割も果たしてるんですよ、牛乳宅配事業って。一人暮らしのお年寄りのところとかにも結構配ってますからね。そういうことも社長は使命感の中にあるのは僕存じ上げてたので、500件ぐらいありましたよねと。そしたら、そうなんですよね、これまでひいきにしてくれたお客さんに迷惑をかけるのも心苦しいし、スタッフにもあまり手厚くできないから申し訳なくてねっておっしゃって、そこで、では3ヶ月間でできるところまでやってみましょう、私がお手伝いしますって言ったんです。この時にもう僕は財団を立ち上げてお手伝いをしていたので言えた一言なんですけど、とはいえですね、まあ手探りでずっとやってますんでわからないことはいっぱいありました。これ次のページに載ってる、ちょっとですね、下半分のところにある M&A で何が難しいですかっていう回答がですね、中小企画書に載ってて、買い手企業を見つけることが難しい、一つ目ですね。それが 35% 超あって、適正な売却価格の算定が難しい。そうですね。さっき言ったみたいに相場感とかないんで、不動産みたいに近隣の売却相場とかありませんからね、M&A には。それから役員、従業員からの理解を得にくい。で、この案件も早速相手をじゃあどうやって見つければいいのか、単価は切ったものですよ。やりますよって。そこから僕も悩んだわけですね。で、そんな事例を紆余曲折いろいろ今までしてきたわけですけども、相手の見つけ方とかもいろいろあります。ちょっと次にこれ詳しく今日はもう話せませんけど、垂直統合、水平統合で、中小企業ならスモールディールなら特に垂直統合っていうのを重視した方がいい。これは理由がいくつかあってっていう話は、今度また時間があるときにします。で、 M&A だと当然ライバル会社同士の M&A って皆さん考えそうですけど、それってそうじゃないんですよね。まあまあそれはいいとして、それから価格をどう決めるか、これもですね、ちゃんとセオリーがあります。で、ここもちょっと今日は具体的には話せませんけれども、現在価値をどう求めるか、この辺もですね、でも勉強していくとむちゃくちゃ面白いです。それからですね、契約書をじゃあどうすればいいのか。中小企業だから、小さな会社の案件だから、契約なんていうのをないがしろにしちゃうとうまくいきません。むしろこういうことを、ビッグディールよりきれいに丁寧に、今節丁寧にやってやることが大事です。調印式とかですね、まあ、そういうことがノウハウとしてもいっぱいあるんですが、そういうことをやった結果、3ヶ月でこれ無事にですね、この社長さんは会社を譲ることができました。スタッフの雇用も継続し、500件のお客さんへのサービス提供も継続し、引き継いだ会社も非常に喜びました。当たり前ですよね。500件の顧客を手に入れ、二人の優秀な配達員さんを手に入れ、それから実はですね、この M 社さんが持ってた、すごく優れた独自ノウハウもあったんです。それも手に入れ、で、何よりメーカーへ立場がすごく強くなった。この引き継いだ方はですね、同じメーカーの牛乳を配ってたので、シェアが大きくなるから、そのメーカーに対して物を言いやすくなったとか、ものすごく副次的な効果があってですね、すごく喜んでくれた事例なんです。で、さっき言ったここの、ごめんなさい、では3ヶ月でできるところまでやってみましょう、私がお手伝いしますって言えるか、この一言が言えるか言えないか、でこれを皆さんと言えるような状況を作っていきたいんですね。でそのために何が必要かっていうと、っていうことで今回レックさんとやるマッチングクリエイター養成講座と、これを皆さんにぜひですね、受けていただきたいんです。でレジュメにあるか、レジュメの方はですね、端末に、ちょっとプロカリキュラムとかも書いてますし、どんな認定証を渡すかっていうのも書いてるんですけれども、これはですね、全、10個、
レックさんのホームページ見ていただいたら、全部詳細は載っているので、ぜひ見ておいていただいただきたいんですが、すでに200名以上にご受講いただいて、一緒に活動していってます。さっきの小さなディールの M&A のですね、支援をしていってます。で、中にはですね、当然ですけれども、ツールとか知識、それとかいうものもたくさん、これですね、僕がこうずっとこう作り上げてきた研修なんですけれども、で、私自身が講師をさせていただきますが、8年前から手探りでいろんな研修に僕も行ったり本を読んだりして、で、失敗もたくさんしました。スモールディールの M&A のお手伝いをする中で。その中から、こういうことを最初から教えてくれてたら助かるのになとか、こういうツールがあるともっとお客さんの支援がしやすいのになっていうのを全部この中に閉じ込めて皆さんにお伝えするものです。なので、これをぜひですね、受けていただいて、さっきの一言が、クライアントからそういう会社をもう畳もうと思うっていう相談をされたときに、私に手伝わせてくださいって言えるようになっていただきたいというふうに思っていて、で、さらに言えば、今、その、MA 財団の中に600人の会員さんいてくださるんですけれども、いろんな資料の先生がいらっしゃいます。で、M&A って法律のるつぼと言われてますから、税理士も当然必要だし、資格、許認可とか、そういう話になれば行政書士さん、登記は当然出てくるんで司法書士さん、契約書やなんか交渉事が出てくれば弁護士の先生、それから、知財関係も当然絡んでくるんで弁理士の先生、そういうふうにですね、ありとあらゆる、修行の先生たちとチームを作って、この M&A の小さな一件の案件をですね、寄ってたがってみんなでやると、うまくいった時嬉しいですよ。みんなで喜べる。そういう仕事をですね、ぜひ皆さんとしたいと思ってて、1月からレックさんの方で始まりますんで、オンラインでもやります。で、特に地方の方がですね、プレイヤー全然足りてないんで、今日YouTube で地方の先生聞いていただいている方がいたら、ぜひですね、ご参画いただけたらありがたいなというふうに思います。駆け足ですごい早口で喋ったんですけれども、ぜひ皆さんこれに輪に加わっていただいて、一緒に中小企業の支援をしていけたらと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。以上で私 の, マッチングクリエイター養成講座のご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。